散歩シリーズ若大将の悠々散歩若大将の悠々散歩は2012年5月7日から2015年9月25日までテレビ朝日で放送されていた気候番組、情報番組、通販番組であり、香山雄三の冠番組である。タイトルの通り散歩に着目した番組であり、テレビ朝日平日午前十時枠の散歩シリーズ第二弾として放送された。 通称、悠々散歩もしくは、若大小散歩。3年半にわたる総放送回数は、全865回。基本的には、関東ローカルでの放送だったが、一部地域においても、番組販売の形で放送されたほか、CS 放送のテレ朝チャンネルにで再放送された。それ以前には、BS 朝日や旧、テレ朝チャンネルでも放送されていた。 番組のメイン企画は、東京都内近郊やその周辺のスポットを、加山雄三が訪れ散歩するというものであり、散歩中にその土地の店に立ち寄ったりして、交流を深めながら、町の紹介をしていく内容であった。主に、東京都内を散歩していたが、稀に都外へ行くこともあった。番組タイトルの趣旨は、若大将が町を行くで、本番組のテーマは、加山のザウの名とされる。 感心、感動、感謝の三つを合わせた人生の参加王の具現化である。なお、番組タイトルにある、悠々は散歩人である、香山雄三の、悠と、田沼雄一の、悠、遊びの、悠、悠々の、悠などを掛け合わせたものである。本番組立ち上げのきっかけは、2012年4月6日、当時放送中だった、G 散歩が、 散歩人の地位ケオの病気療養長期化により5月4日で終了が決定したことによる。テレビ朝日は、急務で後継の新番組の企画立案にあたり、香山は新たな散歩人に迎えることになった。香山の地上波テレビにおけるレギュラー番組は、香山雄造賞以来23年ぶりで、香山本人も芸能生活52年目の新たなスタートの年に、このような番組に出会えたのは、 天から歩きなさいと言われているような気がしていますと意欲満々で語った。番組開始当時のテレビ朝日社長、早川洋は、香山の起用の理由を小さんはキャラクターが素晴らしくて、人々との触れ合いなどを的確に表現できる人だと思うが、その中のポイントの一つが絵、スケッチだった。絵に変わるもの、音楽とかそういう才能を持った人がいないかと、 先行した結果、かやまさんになったと述べた。かやまは本番組を引き受けた理由を地位の没後に彼とは5年も一緒に時代劇をやっていたので彼が体調を崩して散歩を続けられないと聞いたとき、いずれ彼が戻ってくるまで僕にできることなら頑張ってみようと番組をお引き受けしましたと語り、これからは彼の分まで彼に喜んでもらえるよう。 散歩を頑張りたいと思っていますとした。香山は番組の魅力について人生で初めての新しい体験ばかりさせてもらっている。特に下町はとても親しみやすくて大好きですねと語っていた。2015年9月25日の放送を最後に約3年半全865回に上る放送を終了した。なお番組終了に至った理由として香山曰く 他のことをやりたいから、一つの夢として80歳になるまでに設計している船を完成させたいと、かねてより公言していた自身の設計による災害救助船となるエコシップの建造に時間を割く前の会見よりため終了を決断したという。これを受けて、テレビ朝日サイドも80歳までに船を作りたいということで卒業の申し入れがあり、 了承しましたとの広報部のコメントを出した。香山は最終回にて3年5ヶ月の視聴に対する視聴者へのご礼として次の通り挨拶を述べた。夢は思えば叶うんだというタイトルの通り、皆さんも自分の夢を叶えるような生き方をしていただきたいと思います。この番組を通して様々な素晴らしいものに出会うことができ、おかげさまで、 温かい人間になれた気がします。なお、2015年9月28日からは、本番組の後継番組であり、散歩シリーズ第3弾となる番組として、高田純次が散歩人を務める、純散歩がスタートした。一方で、香山は2015年10月8日より、BS 朝日にて、木曜23時枠で開始した音楽トーク番組、歌っていいだろうの MC を務めている。 本番組は、かやまの散歩と、通販コーナー、いいもの探しで構成。月曜、火曜の前半は、かやまの散歩を、水曜、木曜、金曜の前半は、日替わり企画を送る。後半は、全曜日共通で、通販コーナーを放送していた。なお、2015年3月まで、水曜、木曜は、かやまの散歩を2日に分けて放送していた。 以下用日別の内容は、テレビ朝日でのレギュラー放送による。オープニングでは、月から水曜日は当日放送の散歩公式点から、かやまが挨拶をした後、かやまが歌う、テーマ曲が流れて、バックが、フェード、かやまの声による、夢は、思えば叶うんだとともに、かやまの筆による、夢は思えば叶うんだ、郵蔵の書が表示され、さらにバックがフェードして、青色となり、 背景が描かれて、タイトルロゴが登場する。その後に提供が入る。なお、木、金曜日はタイトルバックから開始となる。提供の後の流れとして、宮本隆次によるナレーションで月火曜日は当日の散歩の見どころを紹介。水、木曜日はすぐに CM に入る。金曜日は若大将の趣味散歩に入り、散歩の見どころを紹介した後に香山と、 ゲストによる1対1のトークへと続く。2014年9月29日より3代目テーマ曲、ドリーマー夢に向かって、今の使用開始に伴い、これに合わせ、オープニング並びにタイトルバックの CG を一新、最終回まで使用された。水曜日、木曜日の企画、心に残る風景を描く散歩、夢散歩、若大将の悠々料理金曜日は、 番組開始当初から2012年9月28日まで他の曜日より30分拡大して放送していたが10月5日より他曜日と同じフォーマットで放送されるようになり最終回までこの体制となった。なお、拡大版時代は番組終了後すぐおかずのクッキングへ接続していた。コーナー終了直後には香山のコンサートツアーの告知が挿入されていた。 特選散歩番組開始当初からのコーナーで2013年10月25日まで放送された。前番組 G 散歩の特選 G 散歩と同様本番組でも過去の傑作選を放送しており後期の若大将のおすすめ散歩の源流とも言える企画であった。金曜散歩金曜日の拡大版時代第2部では週ごとに違う散歩人が出演し、 それぞれ趣きの異なる散歩企画を放送していた。2012年9月まで以下の企画をそれぞれ月1回ペースで放送していた。お出かけ情報散歩、週末悠々散歩2013年11月1日から2014年3月7日まで放送されたコーナー。翌週放送される、かやまの散歩の見どころを紹介していた。 若大将の趣味散歩2014年3月14日から2015年1月23日まで放送されたコーナー。正式タイトルは、悠々散歩趣味編。毎回、趣味の達人と称して、著名人のゲストが各1名2週にわたって散歩人として登場し、自らの趣味をたどる散歩を紹介。そのため、香山は散歩せずに、スタジオ MC を担当。 スタジオにリビングをセットして収録する方式となった。これはリビングでくつろいでいるカヤマのところにゲストが訪ねてくる設定で、カヤマとゲストが VTR を見ながらトークを展開していた。VTR の前後にカヤマとゲストによる1対1のトークが行われ、2週目の最後にはゲストが色紙にしたためた趣味の格言が紹介されていた。なお、カヤマ以外が、 散歩人を務める企画は番組初期の金曜散歩以来であった。なお、企画終了から2ヶ月後の2015年3月22日から4月5日の3週にわたり番外編として放送された。若大将のおすすめ散歩番組末期のコーナーで2015年1月30日から9月25日の最終回まで放送された。特選散歩以来、 およそ1年3ヶ月ぶりの傑作戦復活となった。悠々散歩いいもの探し、骨骨10秒体操、骨骨先生こと、長せし一によるミニコーナー。骨骨先生が10秒間でできるエクササイズを毎日、レクチャーしていく。テーマは、週ごとに変わっていた。番組開始当初から2013年12月27日まで放送された。通常版では、 最後の CM 明けにエンディングテーマが流れるとともに、翌日の放送内容を一足早く紹介する。流れは以下の通り。上部分に明日の告知を表示を散歩します。エンディング終了まで、宮本が明日はしますとナレーション。下部分には提供クレジットをエンディング終了まで表示。右上に番組テーマ曲、加山雄三エンディングテーマ、技術協力。 TSP t e クシ Systems 衣装協力と表示。右上に制作 tb 朝日ビビアロッピングライフと表示して終了。非通常版などでは初代テーマ曲星の旅人に乗せて番組を紹介する映像に続けて最後に成長庭園からか山が登場し画面下に制作者の名前と若大将の悠々散歩次回をお楽しみにと表示され 香山の挨拶とともに終了。なお、最後の映像は、ジャンクションとともに、深川ペン収録時に撮影されたものである。また一部地域ではこの映像を放送せず、独自のエンドカードを表示するつぼねもある。散歩の進行に合わせ、か、山まっぷという淡い青色を基調としたマップが画面に表示される。香山が歩いたコースの道路部分に青線を表示。 マップ上にはカヤマが行った各所ごとのイラストが描かれ、散歩終了時には今日のおすすめ散歩コースとして赤線でルートとカヤマが歩いた歩数と距離がマップ上に表示される。2015年5月5日からはマップを表示しながらカヤマのコメントを画面上部左側にワイプ表示する方式に変更している。また、金曜散歩でもか、 山っぷと同様のマップを使用していた。香山の散歩と同様に、進行に合わせて、青線やイラストが表示されたが、歩数などは表示されない。また企画によって、東津ま宮島津ぷ等の名称が使用された。東海道散歩では、2013年2月25日26日放送分より、個地図をベースにした特別仕様のマップに変更となり、か、 ヤマップの表示も金色のセンスに黒色の筆文字で、か、ヤマップと書かれた飾りが付けられた特別仕様となった。位散歩の終了に伴う、早急な番組立ち上げであったためか、開始当初和歌山を除いて、全番組からスライドで出演している人が大半を占めていた。地上波は、関東ローカルで、主に平日の午前9時55分10時30分の枠で放送されていた。 また、BS 朝日でも月木曜に2週遅れで放送されていた。また CS デジタル放送のテレ朝チャンネルにニュース、情報、スポーツでも放送され、地上波一部地域でも番組販売の形で放送されていた。ただし、CS 放送及び一部地域分では30分枠となり、これまで地上波で放送した回の内付き、火曜日のものを中心に放送していた。 関東地区では原則として、毎年3月11日と年末年始の特別編成期間、報道特別番組を必要とするような事件、事故、自然災害、裁判などや、アメリカで開催されるゴルフ大会と重複する場合を除き、祝日も含め毎日放送されていた。なお、ゴルフ中継は、毎年6月、7月とそれぞれ日本時間の月曜、日朝にあり、 9時55分時点で中継延長の場合は休止となり、それらの場合、いずれも放送予定を延期して後日放送されていた。ただし、9時55分以降も当初からゴルフ中継が組まれている場合は休止となっていた。また、テレビ朝日など一部のツボネやテレ朝チャンネル2では字幕放送を行っていた。かやまが番組で歩いた散歩コースに以下のものがある。 中には、夢散歩、または、他の出演者が、街頭企画で訪れた場所も含まれるが、複数のエリアに行っていることも多いので一部、割愛する。東京23区多摩地区神奈川県、横浜川崎相模原その他埼玉県、埼玉その他その,他その立花がの散歩パートでは、香山が歌う番組テーマ曲が、メイン BGM として流れている。また、か山の往年のヒット曲や、 名曲も BGM として使用されることもあった。流れている曲名については画面左下または右下にテロップで表示されていた。表内の A はアルバム、MA はミニアルバム、S はシングルを表す。かやまの散歩は基本的に手ぶらという散歩スタイルだったが持ち物は用意していた。毎年数回程度スペシャルウィークとして週を通じてかやが 新たに収録を行った散歩を放送していた。2013年度まで祝日のみ90分に拡大し、9時55分11時25分の枠で放送されていた。なお、本編終了後、悠々散歩いいもの探しも祝日スペシャル版として放送。ただし、祝日も日によっては通常版で放送される場合があった。2014年4月よりワイド。 スクランブル第1部の開始55分繰り上げに伴い、後ろへの枠拡大が不可能となり、以降は祝日であっても通常版のみで放送された。祝日スペシャルとして放送された回と内容は以下の通り、前、番組、g 散歩同様、2012から2013年は、恒例に従い、年末の最終放送は、スペシャル版で放送していた。 二回放送された年末スペシャルの放送内容は以下の通り、若大将の悠々散歩年末スペシャル、若大将の悠々散歩13年末スペシャル前、番組 G 散歩の G 散歩サタデーの流れを組み、本番組でも土曜日の午前枠に若大将の悠々散歩サタデーと題した特番を不定期で放送。主に過去放送文を再編集したものを放送していた。また、 番組後半は、レギュラー放送同様、悠々散歩いいもの探しを挿入。放送された回と内容は、以下の通り。2015年3月22日29日4月5日の3週に、わたり、日曜日6時マイナス6、30の枠で、若大将の悠々散歩番外編と題した特番を、放送、1月23日放送分まで、金曜日のコーナーだった。 趣味散歩がスペシャル版で復活した。ゲストとして、北斗、明、ラサール石井、田山良城、加藤茶が出演、それぞれの趣味の世界を紹介。なお、ラサール編は22.29日、田山編は29日5日に、それぞれ2週にわたって放送された。また最終週は、加藤田山の順に放送された。トークセットは、趣味散歩で使用されたものをそのまま。 使用、香山はトーク MC として出演し、ゲストと VTR を見ながらトークを展開。番組冒頭では本番組を簡潔に紹介し、またエンディングでは翌日からの香山の散歩の見どころが紹介された。なお、第一週のみ、名古屋テレビへも同時ネットされた。2014年3月31日19時21時48分の枠にて路線バスで、 より道の旅若和歌大賞の悠々散歩スペシャルと題したスペシャルが放送された。同番組は、現在日曜日に放送されている、路線バスで、より道の旅とのコラボレーションであり、本番組としては事実上、唯一のゴールデンタイム特番となった。本特番では、徳光和夫、田中律子チームと、か山チームの2チームに分かれて、それぞれの路線バスの旅を展開し、 徳光チームは、萩本金一と共に東京ドームから菅も上野、浅草。香山チームは、中村正俊、坂本冬美、和田秋子と共に、横浜中華街から鎌倉茅ヶ崎をたどる旅をした。また、徳光が香山と共に、麻布十番を散歩する、悠々散歩、特別編も番組中盤に挿入された。現在放送中の、純散歩の不定期特番である。 純散歩デラックスにおいても、かやまが散歩にゲスト参加することがある。ありがとうございます。